前回函館から夜行バスで札幌に戻ってきました。本来ですと前回の動画でおしまいですが、今回の動画が最終日です。一体最終日はどんな旅になるのか。ここはサスキノです。いや、綺麗ですね、この朝日で。この後なんですけど、こちら札幌市電、昨日まで函館市電を見てきましたが、今日は札幌市電に少し乗っていきます。で、できれば定時乗車より乗りたいなと思いまして、で、6時台に1本あるのでそちらに乗っていきます。今こちらのモニターを見てたんですけど、外回りにシリウス、内回りにもシリウスが1編成ずついます。しかし内回りなんですけど、先に来るのがこちら定床車ではない車両なんです。その次に定床車両が来るんですけど、いや、でもそしたらおかしいですね。外回りも先に来るのがその定床車ではない車両なので、いや、行ってますね。今 石山通りの方にシリウスが来ました。え、どういうことだ。この青いところ、青いところが赤ですとポラリスなんですけど、今回どうやらシリウスのようです。函館市電にも定床車両はあります。こちらのラックル号は2両で1編成です。そして今回乗車いたします車両、こちらがシリウスという車両です。車両は定床車両で1両編成となっております。たぬき工事でございます。三家抜群、一人一台、無縁堂さんの焼肉ライフへはこちらの便利です。店員さん、ホップホップホップ。あなたの心も飛び跳ねる、たぬき工事の水族館、青々札幌。出てきた出てきた山親父の CM でおなじみ、お菓子の専門店、新地屋の本店前。なお、たぬき工事から地下鉄に乗り継ぎできます。指定駅は大通駅、すすきの駅、香水すすきの駅です。乗り継ぎ料金は大人330円、子供160円です。乗り継ぎの指定区間を乗り越す方は下車駅で精算願います。 The next stop is たぬき工事。降車後は停留場と歩道との段差にご注意ください。前後の高床部もご利用願います。電車が通過します、ご注意ください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 。まもなく2番ホームに朝の雪が到着します。ご注意ください。降り方が来るまで
市電と地下鉄に乗車して JR 札幌駅にやってきました。ということで、札幌駅に来たということは、札幌駅で JR を撮影をし、そのまま手稲駅まで向かいます。今回はフラのラベンダーエクスプレスと特急ニセコ号、こちらを撮影でき、そしてなんと特急ニセコ号で手稲駅まで向かいます。ちなみになぜ特急ニセコ号を利用するかと言いますと、私ゆうてつが持っています荷物、こちらの量が多く、そしてこの時間帯は快速列車も運転していません。ということは、指定席がある車両といいますと特急ニセコ号だけです。それでは特急ニセコ号に乗車をし、次の停車駅で会います手稲駅まで向かいます。やはり荷物置き場のスペースがあるだけでも大きく違います。Gracias.
手根駅に到着いたしました。ということで今回の動画はここまでとしておきます。そして204日のシリーズこちらも終了となります。今後は204日の旅こちらを1本の動画にしたり、映像や音楽での動画に使用したり、新たな動画の素材として使用していきます。今後もゆうてつライナーを見ていただきますと嬉しいです。それではご視聴いただきましてありがとうございました。